元気が出る大チャンネル。お花屋さんに来ました。素敵なアレンジの花を作って加護さんに届けたいと思います。楽しみです。ありがとうございました。はい、はい、はい、ありがとうございました。素敵なお花が届きました。大チャンネルをご覧の皆さん、北川大輔です。今日は安田裕美さんの追悼のコンサート、山崎白さんのコンサートがあります。北川大輔、安田さんにはいっぱい歌を弾いていただき、もう安田さんといえばアコースティックギターの日本一という方ですよね。スタジオ名プレイヤーでいらっしゃるんですが、僕は何度も何曲も作っていただきました。今日は山崎白さんに声をかけていただき、追悼のまあお別れの会というよりは安田裕美の会という名前で、これからもずっとみんなと仲良く思い出を大切にしましょうという内容のコンサートになるそうです。今から行ってきます。今日はお花を用意して箱さんに渡すことだけまずは任務として完了してまいります。それでは行ってきます。あ、友達ね、若草先生ですね。失礼します。はい、大丈夫です。はい、大丈夫です。はい、お願いします。安田さんのギターが並んでいます。スタジオミュージシャンで超一流の安田さんです。僕も何曲か弾いていただきました。渡辺恵理子さんですね。お願いします。成瀬翔平さんです。こんにちは。もう大ベテランの民謡出身の演歌歌手でいらっしゃいますけど、今日はたまたまこの会場でご一緒ができました。嬉しく思います。ありがとうございます。安田さんのギターも素晴らしいし、山崎子さんの歌も素晴らしいですもんね。もう僕はね、大好きでね、はい、あの僕もライブでは、はい、あの何度か弾いていただいて、ね、あ、はい、子さんとも、はい、デュエットもさせていただいて、はい、いろいろしたんですけど、はい、もったいないです、ね、そうですよね。72歳って早すぎますよね。はい、箱さんもすごく寂しがっておりまして、なんか今日はじゃあ先輩元気に届けましょう。僕もあと2年で72やから、ね、あ、まあ年齢は数字ですけどね。だけど頑張って、はい、そうですね、はい、あの安田さんの分まで頑張っていきたいと思います。そうです、そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、ダンス。本日は皆様、大変な中、それで雨の中、ありがとうございます。お越しいただきましてありがとうございます。喧嘩してくださっている間、あの家族がここら辺にいて挨拶をこうしているというのを私も見たことがあるのです。で、そうすべきなんだろうとは思ったのですが、まだあのこちら側の席から安田さんを見ることができませんで、やっぱりこちらからこの辺に私と同じ位置の同じ世界に安田さんがいて、それで皆さんに今日歌おうとかそういうふうにやればきっと歌も歌えるような気がして、今のここで初めての挨拶となってしまいました。すいませんです。しっかりと泣かずに歌
した女の子です。いいのです。イントロ、あの赤ちゃんが作ったフレーズを使わせてもらうねって言ったのが、あの変なフレーズ使ってくれんのったら、そこがいいんだよって。だから私は変なフレーズを恐れなくなりました。では聞いてください、ビートル。俺は田舎に憧れて、自然が好きなの、人が好きなの、感動しましたね。いやもう泣いちゃった。パパさんの歌にも心があって、安田さんも喜んでますよね。素晴らしいですよね。今から挨拶をして帰りたいと思います。コリン先生おはようございます。北川大輔です。おはようございます。おはようございます。おはようございます。めちゃくちゃ感動しましたね、なんか、はい。無事にコンサートが終わりました。立派に山崎ハコさん歌い上げられましたね。安田ヒロミさんもすごく感動していることだと思います。さあ今日はこれをいただきました。山です。安田ヒロミさんの歌の奇跡というね CD、 そしてもう一つはトマトジュースなんですね。小樽の地元のトマトジュースを飲んで、そして CD を聴いてくださいっていうこのアイディア、さすがハコさんですね。おしどり夫婦のお二人が今日は立派にステージを務められた。感動しましたね。
北川大輔の父親が実は山崎ハーコさんのお父様お母様とお仕事で一緒だったんですね。ですからその娘さんということでいろいろ昔から縁がありました。この業界に入ったら山崎ハーコさんを頼ったら何かいろんなことアドバイスしてくれるよという話の中だったので身内のようにハーコさんを慕っています。今日はそんな山崎ハーコさんのステージを見に来ることができ皆さんにご紹介できたこと嬉しく思います。ご視聴最後までありがとうございました。またお会いしましょう。じゃあね。この動画が良かったと思われる方はいいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。